画好きのカンチャンネル。いやー、慎太郎。はいはい。あ、座っていいですか。あ、いいよ。お前さ、はい、あれやった？なんすか。あれだよ、お前、俺、お前、こっちの左の鼻、お前、痛くて、お前。花粉の。バカタレが！マジで言ってんだ、お前。花粉なんか俺、かかんねえよ。俺は、お前、昭和生まれだもん。昭和は花粉はなかったんですか？バカ、昭和時代は花粉、昭和時代は花粉かかんねえんだよ。なんだこれ、なんて言うんだ。コロナでみんな言ってるじゃねえか。 PCR 検査。ああだこうだ言うから、お前、こないだ俺行ってやってきたぞ。 PCR 検査ですか。お前がうるさすぎなんだよ。友人がどうたらこうたら、うつるとかうつ、お前が一番やばいじゃないか。はい。そうだろ。はい。俺、お前帰ってきてな、今でもお前水浴びながらお前ここでのんびりしてんのに、お前一番かかるのお前じゃないか。俺ばっかりにお前やれやれって、お前家内にお前かけ口叩いて、お前いいよ俺はやるのは、うん、周りに迷惑かけたくないから。でもお前たちもやれよ言って。おお、リキさんやったんですか。やったって言ってんだろ今。言ってきたよ俺。お前俺のツイッター見てないの。こう証明書ちゃんとあるじゃん。見ました。見たじゃん。何を聞いてんだ。なんかみんなお前、俺がお前その元になってるみたいに、みんな俺に行け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 って、お前本当に俺お前いなくなるぞお前。ああ本当にどんよりしたこんな天気だよ俺の気持ちは。お前行けって本当に。俺今日後から行くんだから、お前連れてってやるから。来週行きます。来週？もう来週なんて病院やってねえよ。なんで俺ばっかり言ってんだよ。外に出かけることもないのに。仕事終わってきたらお前ここにいるだけだもん。お前やったら鶏の気持ちわかるよ。鶏ですか。おう、口出しみたいな。いや一体マジでもうまだ痛いんだよ。痛いんですよね。後ろにずーっと後ろからこうされてグワーッと入れられて、もう手をはたこうかと思ったよ。どこまで入れるんかなと思ったの。入れてからお前かき混ぜるんだよ。いやー涙出たな、ほんと涙止まんなかったよ。まあそれもまあ言うし、孫のためだなと思って。それお前友人とだって毎日いるお前たち一番やべえじゃん。やるのはお前たちだよ。俺なんかお前全くセーフ。肌寒くなってきましたね。バカ、まだそんなに寒くねえよお前。明日天気いいらしいんだよ。また水遊びだ。油脂にも水かけて、うん、全部洗い流しちゃえば。お前もやれ。水浴びですか。水浴びじゃないよ、お前は修行だ明日。分かった。はい。本当にやる。やれよ。来週やります。 PCR 受けてこいって。本当に何なんだ、俺ばっかりだな。
何か起きたらやれ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 、もういい加減にしとけよ。はい。何言われても、はい、まるで高校球児だな。はい。話変わるけどさ。はい。神奈月って知ってる？知ってます。お笑い芸人のモノマネの方ですよね。そう、お笑い芸人ってまあそれっていう人もいるよ。すごいよな、あれ。似てる？俺全く似てねえと思うんだけど。昨日刑事が言いやがって、長州さんそのまんまですよって。あのバカたれ。僕は似てないと思います。そうだろ。はい。飛ばしてやろうかと思った。似てないですね。なあ。はい、全く似てないです。なんであんなモノマネするんだろう。動画をご覧の皆さん、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。